はい、それでは最後ですね。出身出身、自分の出身は言いました。言いましたね。そしたら相手の出身も聞きましょう。相手の出身を聞きましょう。いいですか？さあ、どうやって聞きますか？すいません、うんえー、あなたの出身はどちらですか？うん、オッケーいいね。いいね。すいません。あなたの出身はどちらですか？ok 出身を使いますよ。いいですか？ 出身はどちらですかこれねいいね出身はどちらですかであなたあなたの出身これオッケーですかちょっとねちょっと失礼っていう感じちょっとね、うん、ちょっとね、うん、あなたってちょっとね強いんですよ強い、ね、強い。強いね、あなた図が勝負はよいでん。 であの英語でも中国語でも例えば英語だったら「You」でしょ <You. S 1> で中国語だったら「に」mm hmm. これ全然問題ないでしょでもね日本語の、ね「あなた」っていうのはねちょっと強いんですよ上様な因为明明我就是对你说的う、mm hmm. 还要说うしう「好像是强调ん的部分所以感觉有一点「お 你为什么还要强调我这个部分？好像是针对我的感觉，哦嗯、错。那这个话题明明就是针对我，没有错但是感觉有一点一点强烈。嗯那可能要把稍微把它弄得软一点。已经在前面有学到，有听到对方的名字。哦、嗯，那就是干脆<何>对对对，干脆名字放在前面，这样比较好一点。嗯，这都是 カタ、えー、さんは出身はどちらですかそそそそそう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 いそいういいねちちちちゃゃゃんんん <laughs> <laughs> よよよれもの出身はどらですすすかかでで出身はどちら私答えます。あ私ね出身は

東京ですとかす、うん、出身東京ですとかす北海道です、はい、大阪ですそんな感じで言います、うん、そしたらどうしようあそうですか新私も終わりさだまくん行きたいです<お>どちらがおすすめですかあいいねいいねすすいいね,いいねそんな感じですよ听到一个点那就是そうそうそうじゃんかい話題 さあ、じゃあ、行きますよ。あ、例えば、うん、埼玉県は特に何もないから、うん、ためようしま。<laughs> うん、あの、北海道、北海道にしとこうか。じゃあ、はい、例えばね、北海道、はい、じゃあ、例えば、参照北海道です。はい、あ、そうですか。で、あ、ルゴにしャン、チューダ、ほら、あ、いいですね。<私>いいですね。いいね私も。私も行きたいです、ね。あ、いいね、いいね、いいね、はい、そういう感じか、そういう感じ。私も。行きたいです。あ、私もい。行きたいです。でも、いいし。 行ってみたい。うん。じゃんちかんかん、行ってみたいです。あ,あいいですね。私も行ってみたいです。いいね。とか、へえ、北海道ですか。あ北海道。で、えー、なんだろう、おすすめ。おすすめはどこですか、うんうん、そう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 。おすすめの場所。そうそうそう素晴らしい。素晴らしい。おすすめの場所。チャン,チャンスを。 おすすめの場所は。ありますか?。おすすめ場所はありますか?うん。おすすめの場所はありますかおすすめ場所はありますかおすすめの場所ありますかとか、あとは。ええ、用意し面物は、何ですか?。あ、いいね、いいね、いいね。えっ、ー、と、何が美味しいですか?。何が美味しいんですか?うん。いいよ、関西、いや、いや、<面>えっと、何が美味しいですか?<面>。お<面>味しいですえんしえよ。何が美味しいですか?。 これもいいね。で、あと今 Q くんが言ったのは名物。名物は何ですか何ですかって言ったありますか何ですかでいいでですすか？か？名物はなんいいね。名物ってわかる名物。みんちゃん。そうだね。うん、有名なもの、有名な食べ物。みんちゃん。名物は何ですかこういう感じね。これが 話題ファティ話題をどん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 広げていきます。オッケー。でもちろんクッション言葉ね。クッション言葉いいですね、えー。いいですね。いいすねとか、うん、ね、うんうん。ちょっとやってみようか。ちょっとやってみようか。はい。例えば私が言います。あ、出身は北海道なんですよ。私。うん,うん、北海道ですね。いいですね。うん、私も行ってみたいです,いいです、ね。そうそう、私も行ってみたいです。そしてどこか。

函館？函館、<ー>函館うん、そうそう、まあそんな感じでね、はい、あ、そうですか、そうですか、うん、で、後に目を中華だ方は、あ、いいですね、行ってみたいです、行ってみたいです、そうそうそう、そんな感じ、で、えっ、ー、と次、はい、これ、何が、何が美味しいですか？そうそうそう、何が美味しいですか？北海道は何が美味しいですか？うん、やっぱり北海道は海鮮？ カニとか、はい、海鮮がおいしいかなとか言います。うん、うんあであそうなんですかいいですねとかね,いいね <laughs> まあそんな感じそんな感じ,でこんな感じで話していいですねとか私も行ってみたいですとかわあ面白そうですね <laughs> こういうクッション言葉を入れてどん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 話を広げていく。これが 話題の作り方。せっかくじゃあ、しゅパーティーだ、うん、ジューズだパンパンいいですね。ということでここまで以上がこれ出身を聞く出身を聞く方法でした。でこれで学校で友達と知り合って自己紹介をするまず一つ目ねまずはワンステップワン部属一これができました。 はい、できました多分これまではこれまではこれまでは私は9ですよろしくお願いします出身は台湾です以上だったんだけど今はもっともっといろいろ言えるようになりました。もどもどはい、はい名前それから何々と呼んでください それから、出身はどこですそして台湾のどこですどこです。それから、出身はどちらですかという方法でした。はい。はい、じゃあ、Q くん、今日はここで終わりにしましょうか。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい